こんにちは、松はいつも一人の松です。2022-2023シーズンプレミアリーグ第1節、ウェストハムユナイテッド対マンチェスターシティの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果と知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていくんですけれども、ウェストハムのホームでありますロンドンスタジアムで試合は行われました。ウェストハムはデビッド・モイズ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーファビアンスキー、フォーバック右からツォーファル、ジョンソン、ズマ、クレスウェルのフォーバック、ダブルボランチはいつものソーチェクとデクラン・ライスで、右ボーエン、トップ下ランシーに左オルナルス、ワントップアントニオというような形になっておりました。で対するマンチェスターシティの方なんですけれども、こちらは 4-3-3 の形です。ゴールキーパーエデルソン、フォーバック右からカイル・ウォーカー、ルベン・ディアス、アケ、カンセロ、3センターデブライネ、ロドリ、ギュンドワン、そして右にフォーデン、左に、グリーリッシュ、ワントップハーランドというような形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア0対2という形でアウェーのマンチェスターシティが勝利いたしました。ハーランドの2ゴールということで、1本目は PK、 自身が獲得した PK、で、沈めて1点目で、2点目に関してはデブライネから見事なスルーパスに抜け出し、ハーランドが沈めて2点目という形で、新エースが早速2ゴールの活躍ということで、マンチェスターシティにとっては非常に、内容そして結果ともに、素晴らしいもので、勝利したと、言っていいと思います。では各チームの内容の方に入っていきたいなと思うんですけれども、まずはウェストハムユナイテッド、からいきたいなと思うんですけれども、ウェストハムは基本的に 4-4-2 とか、4-4-1-1 のような形で、ブロックを形成する、ハイプレスを仕掛ける瞬間も時折やったんですけれども、基本的にはミドルゾーンで、ブロックを構えて、シティが侵入してくるものに対してアタックをしていこうっていう形をとってました。でそこで、ある程度こうコース制限だったりとか、ロドリに対して、ランシーニがね、ほぼマンマークのような形でついて、ロドリを警戒するような形をとってたんですけども、後ほどする、お話しする予定の、マンチェスターシティの対応によって、うまくその辺をかわされてしまって、逆にウィングというかサイドの選手がそこを見なければならなくなってしまったことによって、そこの、スペースが空いてしまって、センターバックからグリーリッシュだったりフォーデンに対してパスが通ってしまって、一気に1列目2列目を飛ばされた状況からまた崩されてしまう、ボールを運ぶっていうところに今徹底的にこだわってるマンチェスターシティなので、どういうふうに相手のマークをずらして、どういうふうにこう、スペースを生み出していくかっていうところで、人がどういうふうに、流動的に回して、相手のマーカーというか相手のディフェンス陣をどう困らせていくかっていうのを、こだわってくるチームなので、相当、今回今お話ししているウェストハムに関しては相当惑わされましたし、誰が誰を見る、どういうふうにプレスかけていく、どういうふうにミドルブロックで構えていくっていうのも、なかなか、対応するのも難しく、基本的にはもう押し込まれるとか、セカンドボールも回収されてまたゴール、攻撃につなげられてしまうみたいな形で、結構自陣での仕事っていうのがどうしても多くなってしまった。この辺はね、力関係的にもやっぱりシティと、そして、ウェストハムもそうだし、監督の質のところでもやっぱりね、違う部分が出てるので、その辺では、決定的に違いが出てきたかなと。で逆にそうやって押し込まれた状況になった時に自分たちのボールになりましたと。でそこからじゃあボールをどうつないでいく、どういうふうに攻撃していきますかってなった時に、そこでもさらにスタイルっていうのは見えてくるんですけど、やっぱり前線のアントニオだったり、ボーエンだったりとかっていうのは、抜け出しもそうだし、アントニオに関してはね、ルベンディアスだったりアケだったり、どういったセンターバック相手であろうが、ロングボールある程度ね、しっかりとしたものを蹴ってあげればボールを収めることできるんで、そういったことも、狙いつつっていうこともね、やろうとしてたんでしょうけども、やっぱりファーストアタック、ボールを持った選手に対してのプレスが相当早いので、シティもなかなかそういいボールを蹴れない。でスペースにボールを蹴ったりとかしてね、そこから一気にカウンターを仕掛けたいみたいなこともあったりはして、それでチャンスを作るシーンもあったんですけれども、やっぱりシティもシティでそこでのプレスバックも早く、戻りも早いことで、簡単に対応されてしまう、ブロックを形成されてしまって、
逆に自分たちもしっかりと人数をかけた中でブロックをほどいていく作業を求められていくようになると。でもそうなった時にやっぱりシティほどの、約束事だったりとか、どういうふうにこのブロックをほどいていきましょう、崩していきましょうみたいなものが共有されていないものが、しっかりと出ていて、シンプルにクロス上げることがどちらかというと、このチームの特徴というか、モイズがやってるフットボールなので、その辺で、明確な差が出たなと。でも逆にこれはウェストハムの特徴というか、アントニオっていう、あのフォワードがいるからこそ、できる、シンプルなサイドからのクロスが、チャンスになり得る。それこそ前半の初めの頃なんてね、あのシティが逆に耐える時間帯もあったぐらい、サイドからの攻撃が驚異的なものもあったので、あの辺で決めきることができる、決めきったりするとまた展開は変わってきたのかもしれないですけれども、とは言っても今日の試合に関してはね、あのチームが見せる、内容のところ、バリエーションの豊富さみたいなところでちょっと明確に、違いが出てしまったのかなと、思いました。そうとはいえどね、選手たちはよく働いていたし、我慢強くやってたと思うんですけど、やっぱりね大変だったと思いますね。質はねめちゃめちゃいい選手はめっちゃいますからね、ウェストハムね。だここはやっぱもう監督のね、采配と、どういったものを、プレーシーズンだったりとか、シーズン通してやってるのかっていうところがね、明確に分かるなっていう感じですね。はい、では、対するマンチェスターシティの方に行きたいなと、思うんですけれども、もう見事と言っていいと思います。基本的には両サイドバック、ビルドアップ攻撃の時ですね、カンセロとウォーカーがもう両方とも内側に絞る偽サイドバック化するような形になってて、特にウォーカーは結構内側に絞って、ロドリとポジションを入れ替えたりしながらやってたんで、ウォーカーマジで毎年進化してるなって思ってるんですけど、ちょっともう唯一無二というかね、ちょっとなんて言うんだろう、サイドバックで、内側に絞ってねいろんなことできる選手って今までペップの下でやってきた選手はいっぱいおるんですけど、その中でもちょっとこうなんだろう、彼らしたものをちゃんとキープしながらも、その特色みたいなものだったりとか配球もそうだし、インテリジェンスもどんどん上がってるので、今のウォーカーはちょっと特別だなっていうのは今、今回の試合を見てさらに思いましたから、僕の中では今回のちょっと一番驚いたというか、ハーランドもね MVP 級の活躍なんですけど、僕は個人的にはウォーカーに MVP あげたいなって思うぐらい今日素晴らしかったので。でカンセロはカンセロで内側に絞ることもするし、若干幅を取ったりすることもあるし、ウォーカーほど絞ってねやる仕事やる、仕事やることっていうのはそこまで多くはないんですけど、でも、ギュンドアンが降りてきて逆に入れ替わったりとかすることもあるし、降りてくる左サイドのグリーリッシュの動きに対して逆に自分が出てったりすることもあるぐらいなので、この辺は本当流動的に、ちゃんと空いてるスペースは出れる選手、使える選手が使っていく。で固定概念がもともとないので、このチームサイドバックはこのポジションにいなければならないみたいなものもないんで、その辺は本当に臨機応変に状況に応じた立ち位置の変更で、相手自分たちがボールを握りながら相手を困惑させながらボールを運んでいくと。で先ほどウェストハムの時にもお話ししたんですけど、ボーウェンとか、フォルナルス、いわゆるウェストハムのサイドの選手はやっぱりマンチェスターシティのウォーカーだったりとか、カンセロに対して、マークをつけに行くと。でここで、センターバック2枚プラス、4枚だから4枚でこう幅を取った状況で、ビルドアップしてくれるんだったら、アントニオがかける同サイドダッシュに対してそこに連動していってはめていったらできるんですけど、逆にこのサイドバックが内側に絞ることによって、サイドの選手たちはつかないダメですよね、約束事として決まってるん で絞った段階の時にスペースができると。でそのスペースに対してセンターバックからいきなりその降りてきている、フォーデンだったりグリーリッシュに対してボールを通せてしまうと。でそこで1列目2列目をかわされてしまう、さっきも話しましたけどかわされてしまって、そこでボールを持たれると。で逆に持った瞬間にインサイドにおる、ギュンドアンとか、デブライネだったりが背後をつくランニングをすることもあれば、ハーランドが逆にこう出てくることもあればと。本当にもうなんていうんだろう、ボールをまず運ぶ、目指す方向はゴールなので、ゴール方向に向かうためにどういうふうにボールを運んでいくのかっていうのを徹底的にこだわってるんで、このチームは本当に見事。本当にだから僕はやっぱりね、マンチェスターユナイテッドのサポーターなので、先日ブライトに敗戦して、ちょっと、気持ちも落ち込んでいる中、この試合をね、見させていただいてるんですけど、やっぱりその運びのところの質だったりとか、こだわる部分だったりとか、そうやってポジションをどういうふうにやっていけば
入れ替えたりとか流動的に変更していくことによってボールをどういうふうに運んでいくのかっていうところに、まあ、やっぱこれだけ決定的な違いがあるなと、まあ、ユナイテッドもこれからテンハグの下でどういうふうにやっていくのかっていうところにはなってるんですけど、やっぱり何年も積み重ねているこのペップのシティはやっぱりもうさすがだなと、まあ、言わざるを得ないし、やっぱりここにいるフォーデンだったりデブライネもそうだし、ベルナルド・シューバーもいないですね今日は。でカンセロもそうだしね、でこういうなんて言うんだろう、もう訳分かってる選手たちが多い中にもう化け物級のフォワードのハーランドがいるわけなので、こうコミュニティシールド の一発こうハーランドを狙うみたいなことは、まあ、あのコミュニティシールドと同様あんましてなくて、どちらかというともう丁寧につないで、もう最後はじゃあハーランドさんお願いしますみたいな、ことをまあしてたんですけど、でも今までのシティはそれができなかったじゃないですか、まあ、絶対的なフォワードがいなくて単純なクロスがチャンスにならなかったんで、でも逆にデブライネだったりとかがこうアバウトにまあ蹴ることないですけど、しっかりとしたコースに蹴れる選手がいるわけじゃないですか、まあ、カンセロとかね。でこういった選手がスペースが埋められている状況であったとしても、ちゃんとしたコースに飛ばしてあげたりとか、ある程度高さのあるボールだったりとか質のボールを落としてあげれたら、高さっていう部分でもスピードっていう部分でも驚異的なものを持ってるハーランドが合わせてくれるっていう信頼感があると、やっぱり一個大きな武器もできるし、実際1点目の PK のシーンもハーランドのもうえげつないスピードの抜け出しだったし、2点目に関してもやっぱデブライネの反応、パスに対してしっかりと反応とスピードと決定力を持ってるハーランドが動き出したことによる得点を取れてるっていうことなので、まあ、上質な選手が数人揃った上に訳分かってる選手がいて、監督もそこに対して哲学だったりとか、まあ約束事みたいなものを徹底的に落とし込むことができる上にこだわってるみたいなチームなので、まあそら強いわなっていう感じですよねもう本当にね。まあシティのサポーターの方々はもうこれを例年見続けてて、最後のねワンピースというかラストピースみたいなもので、まあ、あの絶対的なフォワードが欲しいと、まあ、ずっと言われている中で今、ね、やっと取れた、で今季迎えるわけですから、ね、プレミアリーグもそうだしチャンピオンズリーグもそうだし、まあ、大きなタイトルを、ねまあ、目指していくと思いますけれども、まあ、今までになかったシンプルなクロスが驚異的になるものだったりとかね、攻撃のバリエーションがさらに増えたっていうことはもう本当にもう末恐ろしいというか、まあ、ちょっともう、まあ、恐怖ですねある意味ね。違うチームから見た時のマンチェスターシティのこの強さっていうのはね、はい。まあ僕はねどこのチームのサポーターで自分があったとしても、やっぱりチームに対して正当な評価を与えたいと思うし、ライバルチームであろうがどういったチームであろうがやっぱり認めるべきだと思うし、強さっていうのはね。もちろん僕はマンチェスターユナイテッドのサポーターなので負けたくないし、マンチェスターシティがだったりリバプールが今政権握ってるけど、いつかね自分たちもそこの位置に入っていってもう一度自分たちの時代を築きたいって思ってるのはもちろんファンの心理としてありますけれども、やっぱり今の現状を受け入れながらどういうふうにそこにこう侵入していくのか、抗っていくのか、そういったところに上り詰めていくのかっていうのを見つめるためにも、やっぱり今現代の最先端のものっていうのはしっかりと取り入れないとダメだし、自分自身もね、あこういうふうにやってるんだねとか、あこういうふうにやっぱ変化を生み出してるんか、あだからここを引きつけられてここスペース空いててここにパス通してるんだなとか、さらに連動してインサイドの選手とあ飛び出してって、あまたラインが押し下げられてそこにまたスペースできて逆にデブライネが入ってきて受けるんだなとか、まあもうとにかく緻密にやられてるんでね。しかもそれを現場の選手たちが瞬間的にその状況を理解して把握して行動を起こしてるんで、まあ、シティの選手たちはすごいんですけど、まあ、とにかく今日の試合に関しては、まあ、結果もそうだし、まあ、個の質もそうだし、監督の質もそうだし、チームとしての完成度も、まあ、ちょっとシティの方が、まあ、レベルが高かったなっていう、まあ、本当にヨーロッパの、トップオブトップの、まあ、チームだなっていうのを、見させていただきました、はい。まあ、本当に素晴らしい開幕戦でしたね、マンチェスターシティのサポーターの方々にとってね、はい。まあ、ウェストハムのサポーターの方々にとっては、まあ、自分たちの実力を、ねまあ、出そうとしながらもやっぱりシティの強さに、まあ、ちょっと、まあ、押し負けたというかね、ちょっとやられてしまったみたいな感覚だと思いますけれども、実力のあるチームであることは間違いないので、まあ、どういうふうに、まだねシーズン開幕したばっかりですから、どういうふうに上がっていくのかまた注目していきたいなと思っております。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。